新選組を小学生でも分かるように説明して。新選組は幕末期に活躍した武士たちの集団です。彼らは江戸幕府の命令を受けて治安維持のために活動していました。新選組は剣術や柔術に優れた精鋭集団で、その中でも土方歳三や近藤勇といった人物が知られています。彼らは外国勢力から日本を守るため、また新たな政府が成立するまでの暫定的な期間、日本を守るために活動しました。幕末期は日本が急速に変化していく時期であり、新選組はその中でも活躍した武士集団であったといえます。今でも彼らの勇姿や活躍は多くの人たちに語り継がれています。小学生でも分かるように説明すると、新選組は日本の警察や自衛隊のような存在だったといえます。